今日はアドリブの練習方法について話をしていこうかと思います。はい、どうもです。ジャズベーシストの森田哲夫です。今日もどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ですね、早速今日も始まりましたけど、ジャズベーシストのね、森田哲夫ですということで始まりましたけども、今日もね、まあ冒頭にも話しましたように、ジャズのね、アドリブとかの練習の方法について話をしていこうかというふうに思っております。ですのでね、まあベーシストと言いましたけども、今日はベーシストさん向けというだけというわけではなくてですね、すべての楽器の人向けに話をしていこうかと思います。なのでね、サックスやトロンボーン、トランペットなどの管楽器全般の方、これからピアノとかね、ギターさんの方、もちろんベーシストの方にも全般的に言えれる内容でやっていこうかと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、まあ、このアドリブの話っていうのは今回初めてではなく、今まで何回もにわたって、いろんなね、スタンダードを取り上げて話をしております。まあ、その一連の流れのものだというふうに、思っていただければ結構です。で、まあ、今日具体的にどういうふうなことをやるのかというと、まあ、これまでにね、今さっき言ったように、いろんなものを動画に関、アドリブに関する動画をね、たくさん上げてますけど、あ、ちなみにそれね、全部上に上げておきます。リストを作ってますので、もしよかったらね、気になる方、初めて見られた方、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。でね、まあ、特にね、まあ、すごい、こう、バリバリ弾ける人向けというわけではなく、難しい内容というわけではなく、やっぱりね、そのアドリブを弾くときに、皆さん難しい、ハードルが高いなと感じる方が非常に多いと思うんですよ。なので、これから練習したいなとか、ちょっとやってるんだけど、うまいこといかないなとか、もしくはなんかちょっといい感じになってきたけど、もうちょっと他の方法ないのかなと模索されている方。まあ一番最初から、まあ中級者向けぐらいの内容を話していると思っていただいたら結構です。で、そのまあいろんな方法をね、話してるんですけど、まあと言いますのもね、そのジャズのアドリブというのは、何か一個のものができて完成して終わりというふうなものの類ではないわけですよね。まあ、いろんなものをいろんな方向から練習していって少しずつ高めていく。表現の幅を広げていく。精度を上げていく。みたいな感じの中のものだと思いますので、まあ、言い換えるとですね、一生楽しめれる音楽、まあ、ものなんじゃないかなというふうに僕は思って、僕も取り組んでおります。で、まあ、その中でもですね、いろんな練習方法を話してきてるんですけども、まあ、特にね、初期の段階でやるといいよというふうな方法があります。まあ、と言いますのは、それは今さっき言ったようにね、まあ、精度を高めていくと言いましたけど、やっぱジャズっていうのはね、コードがちょいちょい変わるというのが、まあ、特徴的というとあれかもわかんないですけども、やっぱそれが難しいところの一つだと思うんですよね。同じコードがずっと停滞するという曲よりも圧倒的にコードがちょこちょこ変わる。やっぱそこを綺麗に表現していくのが難しいっていうのの悩ましいところの一つだと思うんですけど、まあそれはね、最終的にゴールとしてね、細かく出せれるというのが一つのゴールなんですけど、とは言ってもですね、始めたばっかでそれを全部追い求めてしまうと非常に辛いんじゃないかということで、まあ共通した音の認識としてやれますよということで、まあそういうものをね、シンプルにまず練習していきましょうというのを推奨してます。で、もちろんね、それはね、まあやったことある人もいるかもわかんないですけど、まあその練習ね、具体的な方法だったりコツみたいなものがありますということで、たくさん話しているんですけど、今日はね、その練習のコツみたいなものっていうのを一つ取り上げて話そうかなというふうに思ってます。このね、練習方法っていうのは、まあ、いろいろね、今までやってきた方もいるかもわかんないですけど、意外とね、そのコツっていうのがうまいこといかないがために、まあちょっとこの練習方法違うんじゃないかなと思って一回離れてみたり、そしてまたいろんな練習方法をして戻ってくると少し精度が上がっていたりとか、まあ僕は経験上そういうふうなことがありますので、まあそういったものをね、まあ最初からこうこのコツみたいなものを話しながら大事な要点っていうのをまあ習得していけれるといいんじゃないかなというふうな企画の一個になっております。よろしくお願いします。で、まあ、今日ね、もし初めて見られた方とか、チャンネル登録またお済みでない方いらっしゃいましたら、そのような話たくさんしております。で、もちろんね、僕ベーシストでもあるので、ベースにまつわる話だと、もう本当にね、楽器始める前の方からでもね、チャンネル全部、動画全部見ていただいたら、確実に上手くなる方法。そしてね、タブ譜などなんかっていうものを使わずに、音楽的、本質的に上手くなれるような内容をたくさん上げております。なのでね、その全部の動画も上に上げておきますので、もしよかったらね、見てみてください。それ以外にもね、上のなんかカードみたいなとこちょこちょこ出しておきますので、気になる動画とかあったらぜひ見てみてください。そして、もしね、初めて見られた方、チャンネル登録またお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでもためになったとか、面白かったとか、思っていただけた方は、グッドボタンもよろしくお願いいたします。何卒よろしくお願いします。まあ、そんな感じでね、今日も行ってみたいなと思います。どうぞ。Base, base, base.
です。ではね、今日もこっから、楽器を持ってやっていこうかと思います。まあ先にも話しましたけど、今日はね、僕ベーシストなので AK ベース使って話をしていきますけども、まあ皆さんね、各々の楽器を持ってやっていただけるといいかなと思います。途中でね、デモ演奏なんかも含めていきますので、まあね、ぜひその動画に合わせてね、皆さんね、ご自身の楽器で練習していっていただけたらいいかなというふうに思います。まずね、今まで説明してきた話をね、ざっくり話をしようかなと思います。方法論みたいなのを少し話します。今日取り上げようかなと思うのは、少し前にね、ターゲットノートでも話し、2回目のね、大きな括りの2回目としてね、取り上げたThe Days of Wine and Roses というね、酒バラという曲を取り上げて、まあやっていきたいなと思います。いつも通りね、ちょっと恒例なのでね、コード進行を出してみます。ほい、出てきました。ちょっとね、画面の大きさの都合上ね、全部出てないかもわかんないですけども、一部分ね、出てるかもわかんないですけど、よろしくお願いします。そしてね、まあ、ぜひね、勉強する方はね、まあ、賛否両論ありますけど、ジャズスタンダードブックなんかをね、買ってもらうなりして、参考にしてやってみてください。僕のね、動画の出ているものだけだとね、絶対足らないと思いますので、よろしくお願いします。そしてね、このような感じでコード進行出てるんですけど、少し前にね、なんかターゲットノートを狙うといいよという話もしたんですけど、それはね、またね、別の機会にね、もうちょっと詳しく話しようと思うので、まあ、前話したのは上に上げておきますので、よかったら見てみてください。そして今日は何を話していくのかというと、まあ、その前にね、ちょっとね、その、今までの方法論だけざっくり話していきますと、まあ、これコード見ていただくと、まあ、諸説ね、コードちょっとね、若干表記違うとこあるかもわかんないですけど、基本的にざっくり間違っ、同じようなものだと思いますので、まあ、そういうつもりでちょっと見ていってもらいたいんですけど、1個目が F メジャー7、2個目が E フラット7、そして A マイナー7、D7、G マイナー7、G マイナー7、B フラットマイナー7、E フラット7、そして A マイナー7、D マイナー7、G マイナー7、C7、そして E マイナー7、フラット5、A7、D マイナー、G7、G マイナー7、C7 というような感じで、まあ一小節2個変わってるとこと1個のとことあると思いますけど、ざっくりバーっと言った流れになってると思います。まあちなみに僕はね、目の前にコード譜があるわけでもなく、まあここに出るのも編集でね、やってるので見てるわけじゃないんですけど、まあこんな感じでね、コード進行はね、結構、まあたくさんというほど胸張って言えるもんではないんですけど、まあ百何十曲か、200曲か、200数十曲ぐらいはまあ覚えています。でですね、まあ、このぐらいコード進行を見ていただくと、まずこれキー何なのかという話をすると、これ F メジャーキーになります。まあ、言うならば F のドレミファソラシド。F のドレミファソラシド。を元に作られているコード、曲だということになります。もちろんね、それ以外の音も使われたりするので、全部というわけではないんですけども、まあ、主たるものがそういうふうなもので作られていると考えてもらっていいと思います。まあ最初の F メジャー7もそうですし、まあ2個目の E フラット7っていうのはね、F マイナーキーに変わってるので、ちょっとここ音が早速外れるんですけど、まあ A マイナーだったり、D7 っていうのもちょこっとだけ外れますけども、まあ似た、同じような構成音でできたりします。G マイナー、G マイナーもそうですね。その後の B マイナー7、B フラットマイナー7、E フラット7っていうのは、まあちょっとね、また同じくマイナーキーに転調してたりするんですけど、まあ、このような感じでね、見ていただくと、まあ、特にね、ダイアトニックスケールとかダイアトニックコードとかをね、勉強されてる方だとわかると思うんですよね。その F のダイアトニックコード、もしくはそれに近しいものでできているというふうなことがわかると思います。で、ちょっと難しい話をしてますけども、まあ、理論的な話もね、知ってるに越したことはないので、もしよかったら上に上げとくのでね、見てみてください。僕が話してる内容は全部直結してるので、コネクションしてるのでね、その理論的なものもね、見ていただくと、もちろんいろんな人が話してると思うんですけど、まあ、僕の考えに近しいものとして理解しやすいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。そしてね、まあ、その F のドレミファソラシドでできている、まあ、重たるものができているのだから、まあ、もちろん違うところもあるんですけど、まあ、一番最初は F のドレミファソラシドだけでやってみるといいんじゃないのかというふうなのが、僕の推奨でございます。まあ、イオニアンスケールを弾いていくってことですね。で、そのもちろんコードが変わっていくということは、もちろん大事な音も変わってきますので、その都度必要になってくる音、まあ美味しい音だったり、素敵な音、逆にちょっとそれはまずいんじゃないのっていう音っていうのも変わっていくわけです。で、本来ならそれをコードを意識して自在に操れるというのが、まあ近い最終的な目標。近い最終的な目標ってどういうことかというと、音を操れるだけじゃなくてもっと大事な要素はたくさんあるので、まあもっともっとね、最終ゴールはもっと違うところにあると思うんですけど、ひとまずね、そういうことが綺麗に表現したいなというのは近いゴールの一つだと思うんですよ。しかしね、まあ今さっき最初に言ったようにね、全部が全部それ、まあ意識しすぎてしまうと、やっぱ最初だと特に大変ですので、まあその一つのね、F のドレミファソラシドだけでやろうというのはこの考えなんですけど、
まあ、この方法ね、先にも言ったように試したことある人もいると思うんですけど、なかなかうまいこといかんっていうふうなことがあると思うんです。で、うまいこといかんにはいろんな要素があるんです。で、今まで話している内容ですと、まあ、やっぱりね、こう雑に弾きすぎる。例えば、ドレミファソラシドを弾くなんていうのは、まあ、こっちか。まあ、慣れた人だったら、まあそんな難しくないと思うんですよ。いっぱい練習してる人だったら。でも、例えばこう、まあなんか手癖でね、こうベーシストだとルートことルートとかって動いてる人が多かったりするんですけど、まあ手癖でやっちゃう人が多いんですよ。で、そうするとその手癖の時っていうのは何が起こってるかって言ったら音を聞けてないんですよね。なので、まあ、僕が推奨しているのは、アイリアルなどのバッキングを流してくれるような音源とともに、まあ、今日もそれを使っていくんですけど、練習していくといいよという話をしてるんですけど、で、まあ、その時にね、こう、まずゆっくり無理せず、いろんな音符を使わずに、メロディーを紡いでいくような感じで、特に伸ばす音ですね。伸ばす音を、こう、しっかり音を意識して、なんていうのかな、こう、やっていくと、音が伸びている時にそのコードに対してどうなのかな、合ってんのかどうなのか、変じゃないのかなっていうのを意識して、それがご自身で判断できるようになるというのが大事なんだよという話を今までしてきております。で、なんですけど、まあ、それ以外にもね、もちろんうまいこと言ってない要素ってあるんですよ。で、それは何かというと、まあ、一つはですね、こういう動画っていうのは、まあ、音の使い方だったりとか、ハウトゥーの話をしてると思うんですけど、まあ、ほとんどのものってのは音の使い方だったり、その構成音だったりとか、どうやってアプローチするかだったり、どんなフレーズを弾いてるのかっていうのに、まあ、終始してると思うんですよね。なんでかったら、やっぱりこういう動画系で伝えやすいっていうのは大きいと思うんですよ。しかし、やっぱり何度もね、このチャンネル話してるように、それだけではアドリブはできてないわけです。というか、なんだったらその音を選ぶというものと同等かそれ以上かに大事なものっていうのの要素があるんです。それはね、もうなんとなくピンときた人もいるかもわかんないですけど、リズムです。リズムが非常に重要です。そのリズムというのは、例えばどこから音がスタートしてどうやってやるのか、まあこのアプローチの話だったり、どころに、リズムがどういうふうな感じで入っていくといいですよって話もしてますけども、そういうふうなリズムの問題と、もう一つは根本的に流れているリズムです。それは何かというと、まあ、今回の場合ですと、スイングという風なリズムを前提に話をしていきますので、こう、例えば、8分音符というのも、まあ、これね、ちょっとね、本当にいろんな、考え方があるので、まあ、細かいこと言うとね、ああじゃない、こうじゃないって喧嘩になっちゃいますので、まあ、一つの例だと思って聞いていただきたいんですけど、まあ、まあ、いわゆるボサノバだったり、ロックだったりっていうのは、8分音符がイーブンなんですよ。なんですけど、やっぱスイングってバウンスするんですよね。で、もちろんテンポによってはイーブンに近くなる。特に速くなる場合だったりイーブンに近くなる場合もありますし、ゆっくりなテンポでもイーブン的なフレーズを弾くときっていうのもあります。ただまあ、その使い分けがどうとかっていうのは非常に難しい話ですので、今はその8分音符がバウンスをするような感じのものっていうのかなものを、意識してもらいたいんですよ。まあ、具体的に言うと、これ3連符では僕はないと思ってるんですよ。3連符だと、タタ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 っていうことなので、タッタタッタタッタってなると思うんですよね。ちょっと今の、その3連符よりか深かったですけど、それに比べると僕の印象はですね、まあ前の音符がもうちょっと長いようなイメージがあるんですよね。そうするとどういうことかと、ドゥーガ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 ッとなるので、後ろの音符から次の音符に対して、まあもちろんイーブンから比べたら随分後ろにいますので、まあその次の音符までの距離が短いんですよ。まあつまり早いわけですよね。なので、そこら辺が、こう、例えば同じテンポであったとしても、そこの速度っていうのが、距離感が近いので、そうするとやっぱそれに慣れてないと、ゆっくりなテンポだとしても、なかなかその感じっていうのがつかめないんですよ。なので、最近ね、その直接ジャズのアドリブの方法をお教えしてる方とかに、まあ話したことあるんですけども、やっぱそのバウンスの感じっていうのが、やっぱり少ないから、なんていうかこう、いい音になんとなく狙いがつけられる、だいぶ慣れてきてるなと思っても、やっぱそれっぽく聞こえにくい、もったいないなと思うことが多かったわけですよ。なので、まあそういう方ね、多いんじゃないかなと思いますし、音をね、こう今さっき最初に言ったようにメロディーを作っていくように紡いでいく、とは言ってもですよ、やっぱ最初その感覚って難しいと思うんですよ。なので今日はその8分音符のバウンスする練習の感じを見つつ、それからその具体的にそこからどうやって音をつなげて、練習につなげていくというのか、最初話したものに対してアプローチが近くなっていくと、音を伸ばした時に、どうなったらいいのか、みたいな話を
していこうかなというふうに思ってます。で、一回ちょっとここで仕切りましてですね、具体的な練習方法、今日何をやるのかというのと、テンポ3つに分けて今日動画を流しますので、まあ、それに対してどうやって練習していくのかという話をしてみようかと思います。ベースベースベース、はい、どうもです。ではね、こっからは具体的に、話をしていこうかと思うんですけど、今回何をやるのかというと、まずいつも通りアイリアルを鳴らすんですけども、それに対して、まずはですね、もうその音を狙うとかっていうことすら考えずに、リズムの雰囲気だけを合わせるというふうな練習をしようかなと思います。どういうことかというと、いきなり1、2、3、4と始まったら、もういきなりドレミファソラシドを弾きます。8音符です。まあ今ちょっとこのように弾きましたけども、どの音をダブらせない、今までだとイオニアスケールの練習とかだったりすると、どの音ダブらせましたけど、そうではなく、まあ、このね、僕のその8音符がすごくいいかって言われると、まあそれはね、あのレジェンドの人たちの演奏の方がもちろんいいと思うんですけど、まあね、始めたばっかの人だとね、すごく参考になる部分っていうのは多いと思いますので、まあもちろんね、僕の演奏だけで満足せず、まあ何度もこのチャンネルでも言ってますけども、まあきちんと演奏ね、他の人の演奏を聞いていただいて、そして、CD とかね、参考にしてもらって、まあもしくは楽しんで聞いていただいて、そのね、ジャズのフィール感覚、リズム感っていうものを掴んでいただきたいなとは思うんですけども、まあ、ひとまずね、今日はね、僕の拙いね、リズムで申し訳ないですけど、まあそれをね、流したいなと思うので、まずね、この後ね、動画流そうと思うのは、酒バラのバッキングとともに僕がベースで弾いているので、テンポ80、100、120とやります。120結構早いと思いますので、まあ80くらいからゆっくり練習して、まあ最終的にテンポが入ってくるとバウンス感っていうのはどんどん少なくなっていって、まあイーブンに近くなっていくんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、ひとまず120くらいだと十分でバウンスさせることができますので、そのバウンス感っていうのを一緒に練習してもらいたいなと思います。で、確かその僕ね、ちょっと前にね、その動画だけ収録しといたんですけど、半コーラス、ワンコーラスの半分ぐらいだけ、まずドレミファソラシドだけで抜かずにやってますので、ここは全くその順番で弾いてもらったら一緒に弾けると思うので、その感じをね、感じ取ってもらったらなというふうに思ってます。そしてその残りの後半部分で全部ワンコーラス、全部のテンポでワンコーラス流してたかちょっと覚えてないんですけど、わざと途中で音を伸ばしてます。で、どういうことかというと、感じで音を途中で伸ばしてたりします。で、なかなかね、そのバウンスのリズムを意識してやってるので、すごくいい音にはまってるかどうかわかんないですけど、そして多分テンポ120はもう最終的には自由に最後の方は弾いてたんじゃないかなと思いますけど、ドレミファソラシドだけを使うという規制だけは設けてますけどね。なので、そういうような感じで、まずは前半部分はドレミファソラシドを行って帰ってきてるだけなので、1オクターブ内で、なのでご自身の楽器でその雰囲気ですね、で、もしかするとリズムがついていけない可能性もありますので、それだったらもっとね、ゆっくりなテンポでドレミファソラシドだけを弾くような練習をまずしてもらう。そしてその同じテンポでバウンスさせるようなものをやる。で、聴いていただいて感覚をつかむってものをやっていただけるといいかなと思います。ひとまずね、ちょっとテンポ80を聴いてもらおうかなと。テンポ80と、100をね、2つまとめて聴いてもらおうかなと思います。どうぞ。
でしょうかね。なんかまあ良し悪しいろいろあると思いますけども、なんとなくそのジャズのフィールっていうのが伝わったと思います。で、まずねこれを練習していただきたいなと思うんですよね。やっぱそのリズムのねこの長さの違いだったりとかこううねうねした感じっていうのがね、やっぱりね練習初期の方は持ってない方が多いと思いますので、そこら辺のねリズムが改善されるだけで同じことをやっててもかっこよく聞こえるんじゃないかなと思います。でね、やっぱテンポ120ぐらいになってくると結構早いので、まあそうですね、80、100あたりをしっかり練習してもらって、きちんとリズムが追いつけれるような感じに慣れてきたら、まあ、120ぐらいでやってもらうみたいな感じでやってもらえるといいかなと思います。でね、今日はね最後に120を、まあ、流して終わりにしようかなというふうに思いますので、もしねよかったらね何度もね動画再生もしてもらって、練習してもらえるといいかなと思います。でまたねこのなんかそのそういう練習が一緒にできるような動画みたいなものは作ろうかなと思ってますので、ちょっとメンバーシップ限定とかでやろうかなとか考えてたりするので、もしよかったらねまたそれは告知しますので、一応ねメンバーシップとかも募集してますので、一月600円か700円ぐらいだと思いますけど、よろしくお願いします。まあ、そんな感じでね、今日はね最後に、120の演奏を聞いていただいて終わりにしようかと思っております。もしね、今日初めて見られた方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、なるほどチャンネル登録もよろしくお願いします。このような形でねちょっとね他とは違う、上手くなっていくようなところね、もっと小さなところからね考えて、説明しているチャンネルでございます。よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも良かったとかためになったとか思っていただけた方は合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではね最後に演奏を聞いてもらおうかなと思います。あ、ちなみにね最後にこっちの方にね丸いね僕の写真がね、ちょっとねなんていうかカッコつけた写真がありますので、それを押してもらえるとねチャンネル登録とかできると思います。そしてこっちの方が出ているとこだとメンバーシップ登録できると思うのでよろしくお願いいたします。ではそんな感じで最後に、デモ演奏、今日の内容のデモ演奏を聞いていただいて終わりにしようかなと思ってます。では今日もありがとうございました。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。では最後に、デモ演奏どうぞ。
Thank you.